おはようございます。7月21日金曜日の東京インフォメーションです。防災に役立つ情報を紹介する特別企画、東京防災 A to Z。 今回は私たちの暮らしに欠かせない地下鉄の災害への取り組みを紹介します。美しい街並みと歴史ある文化が共存する東京、その発展の裏には過去の災害によって培われた教訓を生かした街づくりがあります。そしてその歩みは未来へ。備えよう。今も100年先も安心と安全を守るために。頻発する自然災害に備え、東京都が想定する5つの危機。今回のテーマは地震・風水害への備えです。1日におよそ595万人が利用するという東京メトロ。都内に9路線180の駅が存在し、都市機能をつなぐ大動脈として活躍しています。最大で30メートル以上の深さを走る地下鉄。近年、首都直下地震が懸念される中、東京メトロはどんな対策を取っているのでしょうか。あちらの柱をご覧いただきたいと思うんですけれども、過去の大きな地震を踏まえてですね、耐震補強を行っております。震度7クラスの地震が来ても倒壊したりしないようにということで、鉄筋コンクリートの柱にですね、金属のパネルを巻いて補強をしています。阪神・淡路大震災で地下鉄のホームやトンネルが崩壊したことをきっかけに、東京メトロでも耐震補強が進められています。他にも震災への対策として、東京メトロが管理するエレベーター内には飲料水や簡易トイレなどの非常用品を備えています。そして走行中の電車への対策も。大きな地震に備えて電車を速やかに止める地震警報装置という仕組みを備えています。これによりましてですね、今後やってくる地震が震度4以上の場合には電車にですね、無線が流れて乗務員がブレーキをかけて緊急停止をする、そんな仕組みになっています。さらにその震度5弱以上の揺れが来ると予測された場合には強制的に停止信号にしてできるだけ早く電車を止める、そんな仕組みになっています。震度4以上の地震発生の際には脱線しないよう電車を停止、車両と線路上を点検して安全を確認します。東京メトロでは沿線に36箇所のエリア地震計というものを設けております。東京メトロの沿線すべて同じ震度で揺れるわけではありませんので、そのエリア地震計が実際に観測した震度5弱以上の区間は歩いて点検をする、震度4の区間は回送電車で点検をする、そのようなやり方を分けることによって点検時間の短縮を図っている。震度に応じた点検方法で早期の運行再開を可能に、都市機能が低下しないよう備えています。さらに洪水ハザードマップの浸水想定を考慮した風水害への対策も行っています。その一つが、それがこちらの出入り口に防水扉ということで水を完全に塞ぐ構造になっています。この出口ですとちょうど上の部分に折りたたんだ形で格納されておりますので、いざという時にはこの扉を上から下に向けて閉めて、で完全に出入り口を塞ぐことができます。想定する浸水の深さに応じて各駅に防水扉などを設置、構内に水が入らないよう対策しています。都民が安心して暮らせる街へ、日々対策が進められています。
都では100年先も安心な都市を目指して東京強靭化プロジェクトを策定しています。詳しくはホームページをご覧ください。ここまで東京インフォメーションでした。